郡山市の夏を彩る郡山うねめ祭りのメイン行事、うねめ踊り流しが2日間にわたり行われました。今年で60回目を迎えた郡山うねめ祭り、ミスうねめの交代式では第59代の3人から時代衣装に身を包んだ第60代の3人に市の花、花かつみが手渡されました。開会セレモニーでは品川市長が挨拶し、祭りが幕を開けました。今年のうねめ踊り流しには2日間で4000人を超える踊り手が参加し、駅前大通りなどを1キロ以上にわたって踊り流しました。楽しい。参加されてる人数が増えてるので、なんか盛り上がり、活気がまた戻ってきたなと思います。郡山市出身のクリエイティブディレクター柳井道彦さんが制作した新しいエンディングテーマ、うねめどんどこがフィナーレを飾り、俳優の柳井夢菜さんらがステージで歌と踊りを披露しました。今月3日、福山夢花火が開催され、およそ5000発の花火が夜空を彩りました。今年で33回目を迎えた福山夢花火は、市内でも有数の規模の花火大会で、音楽に合わせた創作花火などおよそ5000発が打ち上げられました。花火を打ち上げる場所から比較的近いところで楽しめるのも特徴の一つで、訪れた人たちはスマートフォンで撮影するなどしながら楽しんでいました。なんか迫力があってすごかったです。昔からずっとあってとてもいいものだと思います。訪れた人たちは夜空に咲く色とりどりの花火と音楽の共演を楽しんでいました。子宮頸がんの予防接種を無料で受けられる期限が迫り、市が接種を呼びかけています。1997年4月2日から2013年4月1日までに生まれた女性は、子宮頸がんの予防接種を無料で受けることができます。このうち2009年4月1日までに生まれた方は、無料で接種できる期間が来年3月31日までとなっています。予防接種をすることで子宮頸がんの原因の約 80% から 90% を予防することができると言われています。郡山市では子宮頸がんの予防接種の対象となる方にお知らせをお送りしたり、市内の施設やお店にこういったポスターやステッカーを掲示しています。接種完了までには約6ヶ月間かかります。接種をご希望の方は9月までに接種を開始しましょう。詳しくは保健所または市のウェブサイトをご覧ください。